おはようございます。はい、カモンマテリアル。はい、マテリアルの坂部五郎です。カムイの日浦です。よろしくお願いします。はい、ということで、今日は2月の、6日ですね。はい、はい、明日で。そうですね、解除のはずのはずですね、はずと言っているんですが、はい、収録の時点では全く状況分かってません、ね、はい、なので、解除の予定という話ですね、はい、はい、まあ続くんかなとか思いながら続いてほしくないなと思ってる感じですね、はい、はい、まあそんな感じでございます、はい、もうね、ランニング結構ね、続けてるとね、はい、なんかすごいやっぱ楽しくなってきましたね、うん、あの、ほら、夏ぐらいやったっけ、走り始めたんですよとかって言ってはったじゃないですか。そうです、だから夏、まあ、8月から始めて、ね、2月僕毎日走ったんですよ。で、毎日走ったけど、俺それがすごいなと思って、あの、まあ、ずっと毎日走ろうと思ったんですが、うんうん、やっぱりね、故障する箇所だったんで、ほんでこれちょっと痛くなってきてやばいなと思って、うん、でまあ、ちょっと1日休んだりしてて、うんうんうん、これなんで俺毎日走ってるんやろって思いだ毎日走る必要ないんじゃないかと無理して、で思って、まあ、1週間には2回とか3回とか、あ、なるほどなるほど、それぐらいにしてやってる感じですね。なるほどね、なるほどね、はい、僕もね、だからあの2回そのチームラッシュで走ったと、はい、3回目がちょっと参加できへんっていうあれやったん で、うんうんうん、自分で走らなあかんなと思って、これで休んでもうたらもう絶対また走らんようになるからと思って、はいはい、自分で走ろうと思って走り出したんですけど、はい、あの一応ね、あのあゆさんは知ってるんですけど、はい、俺あの2回目のランやりながらこうやって俺明日も走んねんとかって言ってたんですよ。俺明日も走んねんとか、いやもうこれ毎日走らなあかんなと思ってなと、はいはい、明日も走んねんって言うてた、明日走ってないですね走んないんだよな、走んないんだよな。でも走って、うん、あのその毎日走り出してから2週間ぐらいの時に足がむちゃくちゃ軽くなってきたんですよ。ああ、なるほどなるほど。普段歩く時のね、もう本当にもうあれ全然なんか軽くなったと思ったんで、はいはいはい、やっぱり筋力が戻ってきたのかな、はいはいはい、感じました。2週間で来ました、ね、2週間でね、はいはいはい、まあそうでしょうね、多分ね、うん、だから僕もここ来るのにね、はい、めっちゃ坂あるでしょ。あ、坂多いです、ね、しかもあのダラダラ長い坂、長いですね、だんだん上がってきますね、こっちね。そうそうそう、あのなぜここはあの谷町なんですね。そうですね、あの大阪以外の方は分からないかもしれないですけどこの谷町っていうのがですね、はい、あの上町台地っていうこの台地のところにあるんですよ。あの大阪城がちょっと、はい、その先にある感じなんですけど、はいはい、この上町台地っていうのがなんと古代からある台地なんで、はいはい、あの河内湖って言ってもうあの大阪市のほとんどが海やった頃に、上町台地だけはあったんですよ、陸地で。だからなにわの宮とかが、はいはいはい、あったんですね、古代 の宮が、あの作られたっていう話なんですよね、うん、だからあと四天王寺もそうなんですよ。四天王寺も上町台地の上にあるから、はいはい、あれ実は水辺にあって、大陸から来た人たちをお招きするゲストハウスとして使われたんですよ、もともと。だからそういう場所なんですよね、うん、で、それ以外のところっていうのは低いんで土地が。そうですね、そうなんですよ。だから、うん、もうここのちょっと行ったところにカラホリ通り商店街とかもありますけど、はいはいはい、もうカラホリ通りとかこんなんですか、そうですね、もう谷すごいもんみたいなもうえぐいっすからね、はいはいはい、だから、ね、ここまで来んのに福島区からこうずーっとなだらかな坂を走ってるみたいなもんなんで結構大変なんですよ、はいはい、帰りはシューッと逆に帰りはね逆にシューッと行けるんですけど、はいはいはい、行きが大変でだから最初の頃やっぱしんどかったですもんね。あの店できてすぐぐらいの時に、はいはいはい、チャリンコ来る時にもう母全然いながら帰ってきてたでしょ俺でも、はいはい、やっぱり走り出してからね、うん、めちゃくちゃ楽になったんですよ。あ、やっぱ筋力戻ってくる、ね、いや筋力なんかな、なんかね、肺の使い方なんか、なんか分かんないですけど、はい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 、まあ多分スイッチ入ったんでしょうね、うんうん、めちゃくちゃ楽今家の近所の坂をチャリンコで上がるのも楽になってます。おー、いい感じですね。いいことですね、はい、だからいいこといっぱい起こってるんで、はい、今なんかすごい体の調子はすごいいいなと思ってますけどね、はい、はい、それでですね、はいはい、それでですね、今日はですね、はい、挑戦者なんですか、はいはい、今日の挑戦者なんですけど、はい、今日の挑戦者はですね、私なんですけど、はい、久々にまた挑戦法どうしよう、はい、俺モザイクになったら
可能性はあります、ね、一番罰出しやすいみたいな。うん、そうやんね。まあまあそれはそれでおもろいから。試しに出してみようかな。全然あのお前ら喧嘩売んねやったらいつでも買うぞって。いやなかなかいろんな意味で楽しいなと思ってるんですけども、はい、はい、まあ今日ちょっとこれ持ってきたのが、はい、あの最近読んでる本なんですよ、はい、で、まあ、まだ全部は読み切ってないんですけど、はい、あのめちゃくちゃ面白いんでこれの紹介ちょっとしたいなと思って、その紹介を、しに来てしまいましたという感じでございます。はい、はい、では、はい、いつものように判定員の方よろしくお願いします。はい、で今日はあの話し合えていないと俺もしんどいんで隣にいていただく感じで、はい、お願いします。はいはい、なんかみんなちょっと生き生きしてるのなんで、よし出すぞ。はい、それでは、はい、今日はこの、名奉行の力量という本ですねについて話をさせていただきたいと思います。では、このプレゼンありかなしかスタート。はい、ということで、こちらの本ですね、これがですね、何だっけ、そうそう、講談社学術文庫なんですよ、はい、講談社学術文庫で、名奉行の力量というタイトルです、うん、で著者は、藤田、これなんていうのよ、ね、はい、俺もね、あの初めて、あ、サトルさんですね、藤田サトルさんという、はい、著者の方です。で、はい、近世史、日本近世史の研究者の方が書いてらっしゃるんですけど、うん、ご自身もこれ書いてらっしゃるんですが、研究論文として書こうと思ったらちょっと あんまり大したことない内容やねんけど、あの、まあ、主に江戸の内容なんですね、はい、江戸、論文で書こうと思ってそうそう、論文で書こうと思うと、はい、このネタ、ここに入ってるネタっていうのは、はい、そんな論文で書くほどのネタではないじゃないと、そうそう、はい、けど、例えば僕なんかね、はい、あのもうこの名奉行って言葉にもうヒットしちゃうわけですよ。はいはい、ね、あの、分かります？はい、多分あの、僕の友達がもし見てたらうんうんって思いっきりうなずいてくれてると思うんですけど、あの僕、まあ、昭和45年生まれで、はい、大体小学校から帰ってきたら、まあ、まずテレビつけるんですよね、はい、でテレビつけたら大体やってるのが、遠山の金さんとか大江戸捜査網とか、あとあの、探偵物語とかそういうの見てるんですよね、はいはい、でその後にそれが終わった後にあのウルトラマンが始まったりとかするわけですよ、はいはいはい、でそういうのがもうルーティーンだったわけですね、うん、だからずっと遠山の金さんを見てるわけですよ。あ、もうそのから、時代劇は好き、もう大好き大好き、だからもう何でしょう、ウルトラマンと金さんは僕の中でも同じぐらいのヒーローなんで、はい、だからあの、まあ、金さんにしろその、大江戸捜査網の三次にしろ、はいはい、もう結局あの杉良太郎なんですけど、はいはい、もう大好きで仕方がないみたいな状態が、まあ、僕らの年代なんですよね、はい、だからもう名奉行遠山の金さんって絶対来るんで大岡越前じゃないんです僕、すみません、はいはい、加藤豪さんかっこいいけど、あの加藤豪さんじゃないです僕、あの杉良太郎派なんですよね、はいはい、でただそれでももうやるもんがなくなったかなんか分からへんけど、初代の金さんをやったと、はい、中村梅之助さんのやつも再放送でやってたりとかしてて、はあはあはあ、それも見てしまうんですよ、金さんやからと思って、そのイメージが僕は結構強い、ね、そうですよね、そうですよね、はい、そうですよね、でもね僕ね、はい、梅之助さんって言ったらどっちかっていうとあの電子取物帳の、はいはいはい、あの解決した後によよよいよよよいよよよいよめでてえなっていうありましたね、あったでしょ、ありました、ね、これこっちの方がどっちかというと梅之助さんはイメージ強くてあれはずっと見てたんですよ、はいはいはい、それはね、うん、まあというぐらい、あのすいません、あの若い人絶対わからないんですけど、あの時代劇めちゃくちゃやってたんで昔やってましたね、うん、僕逆にそのおじいちゃんが結構もうずっと時代劇見てたから、はい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 、逆にこう避けてたんです。ああ、なるほどなるほどなるほどね、はいはいはい、なんかそんなのはありましたね、はいはいはい、うん、僕の場合は一緒には住んでなかったんですけど、母方のおばあちゃんが時代劇大好きで、月曜日の8時から絶対見とこうみたいな明るいなショーナーって言いながら始まるっていう、はい、そんな感じ、ね、そうそうそう、はい、それよく知ってますよ、そうそうそう、ナショナルの、 あの一社提供でやってたね、はい、あれね、はいはい、そんな感じですけども、はいはい、まあそういう時代劇が僕大好きだったんでもうこの名奉行に釣られて思わずあのポチりましたアマゾンで、はいはいはい、で、中に書いてあるのは、はい、あのもちろん金さんのことも書いてます、はい、で金さんのことだけじゃなく大岡越前のこともちゃんと書いてあったり、あるいは、銭形平次、
はいはいはい、いやこれ実在しません、はい、これ架空のヒーローです。あーはーはー。なんですけども、じゃあ目明かしってどういう人やったの？あの当時の目明かしさんっていうのは、はいはいはい、一体どういう存在やったのか。あの、うん、テレビのその時代劇の世界ではもう超ヒーローじゃないですか、はいはいはい、ね、あれ知ってます？あの銭形平次がそのこの寛永通報をパッて取ってパーンって投げるの、はいはいはい、あれは何で思いついたか知ってます？いや、わかんないですね。東京オリンピックなんですよ。東京オリンピック？そう、東京オリンピック の, あの東洋の魔女、はい、回転レシーブ、はいはいはい、あれであのこの銭を取ってで回転しながらピュッて投げるっていうあれはその東洋の魔女から取ったらしいんですよ。あ、そうなんだ。そう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 、マジマジマジ、はいはい、そう。そんなの書いてあるんですか？いや、それは書いてない。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 それは僕が知ったんで。すいません、すいません。いやいや。で、その、ごめんなさい、本の話ほとんどしてんやんけ。やばい。で、その、じゃあ、目明かしってどういう人なのって言ったら、はい、実は元犯罪者の人なんですよね。元犯罪者で蛇の道は蛇っていうじゃないですか。はいはいはい。要はその、悪い世界のことをよく知ってる人が、その、例えば、いや俺はあの本当は盗っ人やってんけど、ちょっともうこれはこのやり方は許されへんからちょっと通報しますわ言うて言ってきたような人を、じゃあお前改心すんねやったら、あのお上の仕事をせえへんか言うて、あのまあ目明かしにしてあげるみたいなことになるわけですね。でじゃあその目明かしさんっていうのは本当にちゃんと仕事してたんかとかいう話あるじゃないですか。まあそういうこと書いてあるわけですね。書いてあったり、あとここにね書いてある、あの奉行は頼機と同心の操り人形だったっていうふうに言ったはる同心の人がいるんですよ、はい、あのほんまにあの江戸時代にその町奉行所で働いてた元同心のおじいちゃんが、はい、あの明治になってから、はい、いやもうあの名奉行とか言ってるけど俺らのもうちょっとこの気持ちがちょっとこうひねったらもうこいつら何もできへんからみたいなことをあの言うたはるわけですよ、はいはい、で実際そうやったらしくて、あの組織としてはまあ言ったら官僚組織ですから、はいはい、要するに頼機と同心って合わせてもね50人もいないんですよ実は。でその50人もいない人たちが探索を全部やるわけでしょ、はいはいはい、だからどっかの市でもありましたよね、あの改革を謳って市長に当選して、はい、で改革しよう思ったらものすごいこうあの抵抗に遭うっていう、はいはいはい、あのそういうことが本当に江戸時代でも起こってたらしくて、もう昔からやったんですね。もう昔からやったらしいです、ね、もう今も、はい、もう今も変わらずそういうことが、だからあの改革するぞ言うたら自分のやってるその悪いこととかバレたらやばいじゃないですか、はい、だから こいつにいてほしくないわけですよね、はい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 、お奉行さんに。だからお奉行さんが仕事できへんようにはいはいわかりました言うて、口ではわかりました言うてるけど一切やらないとか、もうそういうサボタージュが平気でやってあの追い出すみたいなことは行われてたらしくて、はい、あの最終的には精神的におかしくなってあのお奉行さんが辞めちゃうっていう、そっちの方へ追い込まれるらしい。そう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 。で名奉行と言われる人はそういう人たちをうまいこと使えたらしいです、ね、ちゃんと操って、そう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 、はい、ああよっしゃよっしゃよっしゃって言って、はいはいはい、その辺は目多めにつぶっとくからこれやってって、はい分かりましたみたいな、そういうことやったんじゃないかという話もあったりとか、はいはいはい、あのまあ必ずしもそうだったかどうかわかんないですけど、はい、まあそういうのもあったよということらしいですね。であとこのね、やっぱねこの名奉行っていうところで、はい、やっぱり金さんの話をね、はいはい、書いてなかったらちょっとなと思ったんですけど書いてるんですよ、書いてるんですよ、しかも親子の話、はいはい、これがなかなか面白くて、はい、あのね、みんな金さんっていうとあの金さん、まあまあ、あの梅之助さんでもええし、はい、どっちでもいいんですけど、はい、杉良でもいいんですけど、松方弘樹さんでもいいんですけど、実は金さんって2人いたんです。遠山金四郎は2人いたんですよ。お父さんも金四郎やったんです。あの僕らの知ってる桜吹雪の金さんも金四郎なんですけど、はい、お父さんも金四郎やったんですね、はいはい、でこの金四郎親子なんですよ。で影道さんと影元さんっていう、影元さんが僕らの知ってる金さんなんですけど、はいはい、でこの2人がどういうあの親子関係やったかとかっていうのが書いてあって、はいはい、結構ねこれはねなかなかいろんなところでは見れないんで、はい、で 僕が、あのよく行く長崎にも実はお父さんの方は長崎奉行として赴任してるんですよ、はい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 、とかいう話とか、まあ、いろんなね、あの金さんの裏話的なものも入ってますし、はいはい、これを読むといわゆる時代劇、はいはい、
江戸時代を描いた時代劇がすごく楽しく見れる。そうそう、あ、そうそう、目明かして出てきたけど、そうそう、こういうことやねんみたいなのが、なんか書いてあるんですよ。はい、そういう見方ができると、そういうことですね、はい、だからあの、まあ言ったらハンドブックじゃないですけど、江戸時代の時代劇ハンドブックじゃないですけど、なんかそんな感じで使える、はい、あの非常に面白いネタがいっぱい入ってる本なので、皆さんよかったら、はい、あのお値段はですね、このサイズで960円ですまああの、ね、講談社学術文庫なんで、まあまあもともと高いんですけど、はい、ただ中身はかなりいい中身というか、はい、ぎっしり詰まってますんで、はい、ぜひですね、皆さん、はい、あの興味があったら買っていただければという感じで、はい、ございます、はいはい、ありがとうございました。はい、ということで10分、パンパン喋ってみました。はい、はい、やっぱり10分ずっと喋り続けるとしんどいね。はい、はいはい、はい、ということでございました。はい、はい、でそれでは結果の方を、はいはい、行きたいと思います。はい、はい、もうあの、はい、坂上さんの方でお願いします。それではやってもらいたいと思います。はい、今日のプレゼンありかなしか、結果の方はどうぞ。ありがとうございます。ありということで、はい、お疲れ様でした。はい、いやいやいや、はい、いや、面白そうですね。いや、面白いですよ、本当に面白い、はい、これあの、ね、時代劇がまたさらに面白くなる、ね、そうそういう感じで読めば、あの多分ね、あれですよ、あの大阪さんこれ読んだら時代劇書きたくなるよ。あそういうことか、うん、なんかネタとして ね、はい、そうですね。あ、なるほど、こんなこういうドラマがあったんだみたいなのもあるんで、うん、そうですね、中分からんかったら書けないですよね。そうなんです、あのね、というよりね、あの、はい、例えば時代劇見てても風習がよく分かってないんですよ、僕ら。で、あの例えば上結さんって一口に言ったってどういう人なんかよく分かってないんですよね、はいはい、本当は上結さんっていうのはあの江戸の町、あの町ってね、仕切りがあって、はい、この仕切りからは出れないようになってるんですよ。夜中になったらもう門が閉まる、木戸が閉まっちゃうんで、はいはいはい、でその町々に必ず上結さんがいて、でもし変なやつがおったら、あの番所に通報する役目だったんですよ。へ、僕ら全然その知らないじゃないですか、はいはい、普通にあの今僕らが通ってる床屋さんと同じような感じかなと思ってたら、はい、床屋さんでもあのそうなんですけど、昔もやっぱりあの上結をされてる間だって暇やから喋るらしいんですよ、はいはい、ほんならそこで喋ったいらんこと喋ると番屋に通報されるの。お、なるほどね、あ、面白いですね。それだけで書けるじゃないですか。そういう話がある、そういう話がある。でそれはそのもちろんその他からも来られないし、うん、自分も行けないんですね、うん、まあだからあの、まあ、仮に他の町から来ましたよって来たとしても、はい、あのちゃんとその身分が分からないとできない、触れない、はい、面白い、なかなかねシステム面白いんですよ、あの、はい、江戸のシステムってすごい結構しっかりできてるんで面白いんですよね、そういう、はいはいはい、そういうの知ると、あの、あ、この人はこういう人なんやなっていうのもあるし、さっきの目明かしの話とかでもね、あの元々は実は悪いことしてた人やったとか、はい、でだからよくいるじゃないですか、あの江戸その時代劇に出てくるのでも、あの悪い目明かしと、はいはい、あの、はいはい、いい目明かしがいるわけですよね、はいはい、でなんか古文引き連れてなんかあの、悪代官とつるんでるやつとかもおるけど、うん、でも銭形平次みたいなめっちゃ正義のためにあの命を懸けてるみたいなやつもいたりとかする、はいはい、で実はそれのお金はどっから出てるのかその給金ってね、はいはいはい、やっぱあるんですよ、はい、 そうですね、それどっから出てるのかでもここに書いてあるんですよ。全然終わってますよ。ああ、そうやね、そうやね、そうやね、すみません、すみません、はい、すみません、はい、思わずちょっと、はい、ありがとうございます。まあまあ、あのぜひぜひ、また、はい、あの興味あれば皆さん、はい、読んでください、よろしくお願いします、ね、はい、ありがとうございました。はい、ではでは、はい、いつものやついきたいと思います。はい、お願いします。はい、あゆさん、はい、すみませんでした。はい、お店の情報を確認をいたしました。はい、よろしくお願いします。はい、どちぶらしですね、はい、2月もやっております。毎週月曜日走ってます、はい、8、15、22ですね、月曜日走っておりますので、ぜひぜひお越しください。9時から走り出しまして、18時、45分頃から下に降りたりとか準備したりとか、はいはい、とかしてもらって、19時から走り出します。大阪城のあたりをですね、
5キロから6キロ、まあ、7から1キロ、8キロ走っていこうかなって思っておりますので、はい、ぜひぜひお越しください。はい、はい、お待ちしております。はい、はい、で今あれやんね、はい、あの、終わってからのビールがないんでね。そうなんです、それがね、ちょっと、ね、できなかったり、はい、19時までの、はい、お酒の提供になったりね。はい、まあ明日以降がね、またどんどんそうですね、はい、解除されれば、はい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 、終わった時にそういうのにもあるかもしれません、はい、ですね、はい、ありがとうございます、はい、あと、20日ですね、はい、20日のワイン会、はい、ございますので、ぜひぜひ、お越しください、まあね、あんまりね、うん、ね、また宣言がね、解除されたりとかしたら、またいろいろなイベントがね、行けるんじゃないかなと思うんですけど、はい、イベントができたらなと思いますので、はい、はい、もうぜひあのなんとか、カムイ映画祭りもやりたいと思います、そうですよね、はい、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、では高橋さん、はい、はい、おはようございます、シナワコミュニティの高橋真由紀でございます、シナワチームのコーナーでございます、はい、ね、時代劇をね、紹介するのかなとね思いつつ、最近プレゼントこの映画コーナーの内容が、はい、ちょっとずれておりましたね、ずれますね、ずれますね、ほんならこう時代劇を持ってくるのね、あのスマートなんですけども、ね、はい、そうはもう行きません、ね、もうね、はい、で来週がですね、はい、バレンタインデーということで ね、 そうですね、女性の皆様、はい、男性の皆様、はい、ね、いろんな方を楽しみにされていると思いますけども、はい、今では多分公開できないだろうというようなね、あ、映画をご紹介したいと思います、はい、はい、以上バレンタインでございます、はい、これ1981年9月12日日本公開、カナダ映画ですね、はい、これはまああの20年前の2月14日にある町で鉱山の、ね、中であのパーティーをしたためになんか爆発をしたのね、でその中から、1人行方不明になって、あ、2人行方不明になって1人が生きて帰ってきたんですけど、うんうん、まあその友達とかの肉を食べて、うん、しのいだという形 でそこからもうバレンタインデーはもう祝わないというね、その地域ではあったんですけども、20年後にまあ肝試しみたいな感じでやっちゃうわけですね。あ、なるほど、はい、時間が経つとね、はいはい、でその時にまたそういう、こう斧を持った殺人の、ね、話でございまして、あのね、この、ね、影になってます、ね、そうですね、あの13日の金曜日があってね、これ2月14日のね、はい、バレンタインということで、あ、なるほど、ね、これは、ね、名作でございます、はい、大体1980年です、あの、まあ、そういうジェイソンとかの中で、うん、まあ、あの大体こう祝い事が嫌いな人がね、聞くからねだからまあまあ13の時は別ですけどね、あれもその日がバレンタインで嫌いな人、そしてもう一本、まあ、あのプロムナイトがね嫌いな人ね、これも女性を決めたりするんですけどね、嫌いな人とかおりますね、はい、そんな感じでございます。でこれの地のバレンタインデーのですねリメイク版が実はありまして、はい、これは重いのね、これはもう関連でございます、はい、2009年の2009年、はい、アメリカ映画でございまして、日本は2009年の2月14日公開ですね、はい、当日に公開したからね、あ、なるほど、もうすぐ1日で終わっちゃうというね話でございますがね、これがね公開当時は日本語吹き替え版の 3D のみでしたね、おお、なぜか、あ、3D なんや。そうです。だからまあ、あのメガネかけてやるやつね。話がだから一緒なんで、はい、それをまあ 3D にしたっていう、なるほど、感じでございますね、はいはい。私は初日に見に行きましたけど、ね、はいはい、好きな映画でございます。はい、だいたいもうこのどうですか、この犯人がね、うん、そんなバカなというか、うん、まあまあ、うん、我々パターン決まってますので、うん、はい、そんな感じの映画です。でもたまに、ね、なんでこんな人が犯人やろうっていうね映画多いですよね、はいはいはい、そういう、まあ、ラストサマーとかいう映画もあるんですけども、はい、あれもそんな見とって犯人分かれへんやろっていう、これまあその一部でございます、はいはい、でこういうねこの刺すのにねよく似たっていう、これローズマリーっていうね、ちょっと言うよく似た作品ですよ、これはだから全然、日にちじゃないんですけどね、このローズマリーってバラですよ、はい、単に、犯人がもうまあ言いますけどね、犯人がまあそのエッチした女性にバカにされた時に、うん、その女性がバラの入れ墨をしてる、あ、でそこからですねもうバラの入れ墨をしてる女性を殺していくって言ってますよ、ね、なんじゃそれ、このね、無差別、無差別、まあ、無差別でもないけどね、はい、これがねバラの入れ墨そんなにたくさんはしてないと思うけどでもね、それで、まあ、あのバラを置いていくんですよね、初めは何のことかみんなわからないんですけど、
あの被害者の共通点というとバラの女性があったという単に、なぜ動機はそうです。一人目 の, その女性に笑われたので、はい、そういう笑けるのかでもこういうのがね、我々ファンの中ではね、はい、あのヒットするんで、はい、あのホラーを語ると皆さんいろんなことを語りますけど、はいはいはい、まあ、無難に、やっていきたいと思いますね。あのバレンタインで関係なしはぜひとも、はい、地のバレンタインですか、はい、ブラッディバレンタインで、ね、見ていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。はい、ということでエンディングでございます。はい、今日はもう本当にずっと喋りたくしたんですが、はい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 、だいぶ喋、りすぎて疲れたんじゃないかよくわかんないですけど、はい、心地いい感じの疲れを感じてるところでございます。はい、でもどう、その江戸時代とか時代劇とか見てました？あゆさんとかどう？私時代劇あんま見たことないです、ね、あ、そうなんや。機械とかもね、うんうん、やってたと思うんですけど、うん、明石はやってなかった。いや明石放送局少ないもん。あ、あります、あります、え、嘘。けども、はい、なんか見る機会がなかったのかな、見てる人は家族にいなかったんで。なるほどなるほど。ねえ、まあ、高橋さんは年代的には見てる。だからあんまり見てないです。あ、やっぱり好きか嫌いかはあんのか。どっちかというとなんか一冊シリーズはね。ああ、そうですよね。あれをまあどういう時代で見てるのかっていう。はいはいはい。必殺なんてもでもすごい何でもありですもんね。あの受験戦争とかっつったらもうなんか江戸時代に受験戦争作っちゃったりとかするんでね。はいはい、そうですね。ね、そのあのほら光一平君とかがね、その受験のあれでなんか予備校に通ってるっていう設定でしょあれ。まあね、あれあの時間も決まっててね、起承転結っていうのがね、はっきりしてるのが時代劇です、ね、そうですよ、もうあの40何分になったら必ず陰謀が出てくる。そうですね。そのタイムスケジュールで出さへんかったらもう後が終われへんからみたいな。なんかワンパターンやけどやっぱり見てしまうっていう。そうです、ね、あれ大体ほらあの例えば水戸黄門とかでもそうですよね。あの、助さん格さんやっておしまいなさいって言った後わーってこうなるじゃないですか、はい、あの戦闘シーンって大体2分か3分で終わってますから、ね、だからみんな結構ねあの格闘シーン長いと思ってんねんけど、うん、意外に短いですから、ね、2、3分で終わってますからね。ただあの撮影所が違うから、割合よく見てると、早くしたところね、旅して反応する。同じあの何大広間みたいなところの縁側からその下のところで戦ってるのね。この落合さん、前も言ったよね。そうだ、そういう見方をする方がある。まあまあまあ、なんか語り出すとまた長くなってしまうんですが、はい、すいません、はい、ということなんですけど、はい、まあまあまあ、ね、どうなるんか分かんないですけどね、あの解除されたらいいんですけど、ね、みたいな感じですけど、はい、はい、ぜひぜひ解除してくれたら、またいろいろできるのかなと思ったりはするんですけど、まあでももちろん、対策はしっかりしてね、はい、やるということで、頑張っていきたいなと思っておりますので、解除してお店がいろんなイベントをやり始めたらぜひまた、はい、カモンを手伝って来ていただければと思いま す、ね、はい、はい、では今週はこんな感じで終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、また来週。